よっ、テキトです。さあ今回はですね、前々回そして前回、このガーデンオブバンバンの実験されてるみたいなあの映像を2つくらい、この動画とあとこの動画を見ていって、もう大好評につき、ちょっとね、次はガーデンオブバンバンじゃなくて、この下の方にあるこれ、レインボーフレンズの実験動画があるみたいなんですよ。なんで今回はちょっとガーデンオブバンバンじゃなくて、レインボーフレンズ系の動画を見ていこうと思います。ここら辺は結構アニメチック、ガーデンオブバンバン系は結構アニメな感じの画風なんだけど、なんかね、このレインボーフレンズの時は結構なんか絵柄違くない？わかる？これ違い、なんかさ海外のアニメ感がすごくない？もうサムネイルとか。なんでね、ちょっと今回画風、いつもと画風、イラストの感じが違うかもしんないけど、同じね、多分チャンネルなんで、まあ安心して見られるのかなと思っております。で、時間が余ったらね、他にも結構いろんなまだ見てない動画もあるんで、ちょっとそれも見ていきましょう。この動画始める前に、このサムネイルとこのサムネイル、絵柄違いすぎない？何があったん？と思ったら、グッドボタンよろしくお願いいたします。何があったんでしょうね、私には分かりません。よっしゃ、まず1個目、レインボーフレンズアニメーションコンプリートエディション、多分今までのこうレインボーフレンズ系の動画の、まあ、まとめ編みたいな感じかな。見ていきましょう。さあ、イヤホンつけ、お、なんかさ、男の子と女の子がいて、後ろの絵分かりやすすぎない？これ左がグリーンで真ん中がブルーで右がオレンジだよね。分かりやす。見ていきましょう。こっち、お、あはは、あ、なんか仲良くしてる、かわいい。え、パープルじゃないこれ、一人で遊んでる。あ、なんか実験台にされてんのかな。お、青いボールが届いてきた。何ですかこれ、え、なんだろう、なんかピンクの子がホイって投げてくれて、センキュー。え、なんかめっちゃうまそうなの置いてくれてるけど、なんだろう、いろんなカラフルなケーキ。ちょっと待ってなんかさこれはいらなくない？いや、どうなんだろう、これを、この植物を育てて私のことを思い出してねみたいな感じなのかな。結構檻の幅広くねこれが檻通るの結構広くねえか、幅。いきましょう。うんうん、あー、成長してる。おお、お、え、外れた。え、助けてくれたの？え、どういうこと？あ、助けて、え、え、ちょっと待って、ちょっと待ってちょっと待って、今黙って見てたけどさ、あの女の子、ピンクの髪の女の子、クズすぎない？多分こう、なんか女の子があのパープル、閉じ込められてたパープルにこうケーキを毎日毎日あげてたんだけど、実は外出てみたらケーキの中にゴキブリを入れてあげてたっていう、クズクズすぎる。そして、まあ、その怒りに満ちてパープルは化け物になってしまったって感じかな。あー、もう手が伸びちゃってるよ。直して、誰かお医者さん、誰かお医者さんいませんか。あー、これね、もう誰も信用できなくなるよね。うんうん。さあ、これでね、どうなってしまうのか。あ、これお友達なのかな。ん、なんか騒いでる。あ、ブルー、ん、あ、これパープルのちっちゃい頃じゃない？なんかあざができちゃったんだ。あざができて実験室に捉えられちゃったみたいな。え、うん、何あの子、手が伸びてるわ。キャー、あー、みんな逃げちゃった。え、あ、これで、え、やめてあげて、パープル助けてあげて、あ、ブルー助けてあげて、ブルー、ブルーやめてって、ブルー守ってく、ブルーおいブルー先死んどるてブルー先死んでる、かわいそうに。パープル、ブルー、あ、そのパープルの長い腕で助けてあげて。やばい、パープルがパープルになっちゃう。パープル、あ、パープル、これ今回パープルの物語だね。え、ちょっと待って、すげえ使えなそうな BGM 流れてるんでオフになってますこれブルーも、あ、でもブルーも生きてたんだ、よかったよかった。やばい、これ怪物になる布石じゃないか。ブルー
これブルー化け物になるぞ。あ、グリーンも腕ができてて、あ、オレンジも腕がどんどん変化してってる。あさっきからブルーさ、あの王冠落としすぎなんよ。ちゃんと大事にして。いやこれ見つかりますよ、多分腕がブルーみたいになっちゃうんよ。あー、その行く先はどこに行くんだ。あ、僕の顔がどんどん青くなって、あの天敵はまさか。わかった、これ最初さ、あの鉄砲で目をさパチンってこう撃たれたじゃん。でブルーって、今ブルーいるかな、ブルーってこっちバッテンなってるんだよ。こっちは目があるけど、こっちは目がバッテン、なんかボタンみたいになってて、多分こっちが鉄砲で撃ち抜かれてってことだよね。多分ここがあの目が見えない状態なんだ。なるほどね、お前そうだったのか。よしよし、痛かったね、かわいそうに。よし行くぞ。お、なんだこれ、ブルー、あ、ブルーがいる。え、怖い。あ、ピンクだ。あ、ピンクのぬいぐるみいいな、俺も欲しいな。ブルーク、え、ブルーでもグリーンでもオレンジでもなくて、僕はピンクが好きみたいな感じでこのポスターが踏まれちゃったんだ。あー悲しいな。あー、ブルー、僕は人気ないのかな。おイエローもいる。これ偽物のイエローね、本当のイエローは結構見た目違うからね。おー、ピンク、うまいね。めちゃめちゃうまいやん。何この絵、下手くそね、ビリ。あー、やりすぎやりすぎ。キャッ、何これどこ、なんか肩がピンクになってるわ。あ、これピンクになるんじゃない、これ今回ピンクの物語かもしんない。大丈夫、あ、私の肩がピンクになってしまってる、どうしましょう。あ、なんか皮が溶けてピンクになっちゃった。いや笑えませんけどね、全然かわいそうに。あ、ブルー、ピンク実験成功。さあ、また別のストーリーかな。グリーンとブルーとピンクと誰がいた？わっ、驚いたかい？これ誰だろう？誰だろう今回？イエローかな？今回髪がピンク色だからピンク、あ、き、ばばばイエローな気がする。お、これ絶対、これなんか注射されんじゃない？だ VR、おお、ゲーム楽しいね、 VR 楽しいね。お、どうしたの？バイバイ。お、よし、またゲームだ、いけ、シャキンシャキンシャキン、よーし倒したぞ。お、どんどんお別れしてってる。で最後に残ったのがこのイエローの子。あ、どんどんモンスター倒してるね。もう、もうなんで私一人なの、誰か友達かい。今までの友達は実験台にされてて、最後はこのイエローの、ピンクにされてる、ブルーにされてる、イエローにされてる。私はどうなっちゃうの？え？これゲームだと思う、 VR つけてゲームだと思って倒してたのが友達だったみたいな感じ？え？どういうことなんだろう？ちょっと鳥肌立った、悲しい、イエロー、イエロー、なんてこったってなってる、小島よしおみたいになってるよ。あー、もう実験成功してる。お、グリーンかな、グリーン身長高いからね。お、レッドかなこれ。あ、なんかいじめられてるんだ、レッドみたいな赤い髪の男の子。で、君、なんか張り紙つけられてるよ、つって、ふん、僕に触れるな、つって。あ、お、何、今度はグリーンが標的にされてる。あ、どうした、え、役員、おい、お前助けてもらったんだろ、嘘でしょ、実験して、うわ、なんだこれ、煙が、だ、痛い、え、おい。こいつ最悪すぎない、こいつがさ、なんか張り紙、なんかバカみたいな張り紙貼られてたから、おい君、髪がはなんか貼られてるよ、ペリってやってあげたのに、こいつは逆上して、くそ、こんなやつって言って、やばすぎる、てめえ、あー、実験台にされてる。さあこれで、あー、目、あ、これで目が見えなくなっちゃったんだ。で、いやこれ大変だよね。あー、みんなが無視してる、かわいそうに。あ、え、あ、レインボーフレンズの街に連れてかれてる。え、もう絶対グリーンになったやん、絶対グリーンになるやん、これもう目が見えないもんね、グリーンって目が見えないもんね、なんかおかしい。え、
もう絶対、もう色がさ、もう色がもう絶対食べちゃいけない色してんだよ。なんだこの味、心臓の音が、助けてくれ、うわっ、あー、グリーンになっちゃった。ちょっとかわいい、ちょっとかわいいのやめて。うわー、これでグリーン編が終わったと。いや、悲しい。またこれグリーンじゃね？危な！ちょっと子供に当たんないようにしてよ。これ多分親が、両親が喧嘩してるんだね。ふんふんふん。いや、まあ、こうやって親が喧嘩してる時のね、子供大変ですからね。ちょっと最近夫婦喧嘩が多いなって思っている、そこの方。あのね、お子さんも辛い思いされてると思うんで、ぜひ、ちょっと気にしてみてください。まあ、聞きたくないもんね、そういう怒号なんてね。あ、大丈夫かな？お母さん？お父さん？嘘でしょ？やりすぎ！それはやりすぎ！いやいやいや、子供は関係ないよ。おい、警察には喋んなよ、みたいな。あ、この憎しみで、ブルーになっちゃ、お前またグリーンかよ。もうグリーンかわいそう。これでブルーグリーンになっちゃうんだ。お母さんやめろーっつって。え、あー、あ、これで警察が来ると。え、お父さんちゃんと捕まってね。お父さん捕まっ、あ、よかった。これでさ、なんかグリーンがやったこととかにされたら最悪だから、まあお父さんは捕まったのはそれは OK。まあまあまあ、みんな来るよね。何があったんだみたいな。でもこれグリーン。あ、今ので終わったんだ。じゃあ一応人間としての体はあるけど、こうグリーンが出現することもあるみたいな感じかな。ちょっと次これブルーっぽいね。見ていきましょう。どんな感じだ？はいはいはい。お母さんがいないみたいな感じかな。あ、なんか今頭に。あ、いじめっ子すげえ派手。すげえ派手な服着てる。おい、てめえそこで何してんだよ、おらおらおら。え、お、あ、グリーンありがとう、グリーンナイスありがとう、イケメン。え、ブルー、お父さんお母さん、あ、かっこいい、ブルーが現れた。やめろー、バク、すげえ、これも、う、いで、あ、やっぱり目がやられるんだね。おお、おすすめ画像で見えなくなった。なるほど。まあこれは多分またさっきのグリーンみたいな感じで、こうやめろやめろっていう思いで、こうブルーが出現して、自分の体の中から闇のブルーが出現して、まあ助けに来てくれたグリーンを助けてくれたみたいな、助け返しみたいなことしたわけだ。なるほどね。いや、これもめちゃめちゃ面白い動画だった。ちょっとね、まあ時間少しだけ余ってるんで、また別の動画ちょっと見ていきましょう。ちなみに今のところ、もうさっきの、レインボーフレンズのまとめ動画、どれが一番面白かったですか？ぜひね、コメント欄で、3番目のブルーのお話が面白かったとかね、これ感動したみたいな、ぜひコメントで教えてください。そして、まだグッドボタン押してない方、グッドボタン、ポチッとお願いします。グッドボタンの数、2000目指してるんで、ポチッと、よろぴく。そう、ちょっとね、今回レインボーフレンズ系見たんで、レインボーフレンズ系のショート動画見ていきましょうか。まず、お、すごい、1000万回再生されてるやつある。これちょっと見てみようか。レインボーフレンズの赤ちゃん、あ、イエロー、かわいい。なるほどね。レインボーフレンズチャプター2にも出てきたキャラクターの赤ちゃんバージョンが見れると。ちょっともう一回見ていこう。これシアンだよね。かわいい。あ、飛びちょっと、あ、これブルーかな。かわいい。あ、これルーキーズだ。かわいい。ババ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 。そして、あ、パープル、かわいいね、パープル。あ、パープル、あ、ヤッホー。あ、これお母さんが見てるわけか。この画面の外にいるのがこれお母さん。まあ、ガラスの外にいるんだ。で、赤ちゃんが眠ってて、あー、私のかわいい息子よって見てるわけね。え、イエローかわいいね。皆さん、これ、どの赤ちゃんが好きですか？こう、シアンの赤ちゃん、イエローの赤ちゃん。やっぱ、僕はシアンかな。シアン大好き人間なんで。あー、かわいいね。わーイエーイ、かわいい。さあ、次は？お、ブルーかな、これは。ブルーがいる。お、あ、ピンクにした。ピンクのブルー。あ、女の子にするんだ。よーし、これで、僕の、愛しの、ベイビー。付き合っちゃおう、みたいな感じか？悲しすぎる。悲しすぎる。それあれでしょ？じゃあこのブルーをちょっとピンクにして、じゃあこれ今日から僕の彼女ですってやったら悲しくないかい？泣けてくるわ。いや、でもいいショート動画。これは、お、え、かわいい。パープル、ブルー、グリーン、オレンジ。いや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 、
閉めんな閉めんな、もうテキトだったの、ヤッホーって出てくる。あ、なんかあれかな、飴をちょうだいみたいな、ハロウィンかな。ほらドア閉めるから。最初はこんな可愛いさ子供たちだったのに、そう、ちょっと帰れお前らつってドンドンってくるから、開けたらこれですわな。ほら最初の時に飴あげとけばグリーンはこんなことにならなかったのに。顔やばいな。はい、というわけでね、ちょっと今回短かったかもしんないけど、今回この辺で終わろうかなと思います。もしね、次なんか今度はボクシーブー見てほしいとか、レインボーフレンズ見てほしい、ガーデンオブババ見てほしいとかね、いろいろなんか要望があったらぜひコメントで教えてください。そして今後もね、こういう感じの動画を見ていったり、普通にね、普段はゲーム実況たくさんやってるんで、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。まだ押してない方ポチッとよろしく。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。